はい、今回アクションと飛距離の検証をしていくのはローカルスタンダードのダイブベイト 240R です。推奨フックは ST66 の40と記載があったので前後 ST66 の40を取り付けています。これで検証していこうと思います。はい、続いてタックルの紹介をしていこうと思います。この大ペン図鑑ではルアーのアクションや飛距離に誤差が出ないように全て共通のタックルを使用しています。ロッドがゼナックの、ミュートスアキラ 100H で、リールがシマノのツインパワー SW8000 番で、ラインが PE の4号で、先端に、パワースイベルがついています。これで検証していこうと思います。ローカルスタンダードのダイブベイト 240R 3回飛距離測定していこうと思います。じゃあ1回目いきます。はい、1回目が 60m です。はい、2回目が 59m です。はい、3回目が 62m です。うわ、危ねえ、怖い、超怖い、やばいやばいやばい、これ怖い、やばいやばいやばい、フェンシングマジフェンシング、これ超怖い、脱、ちょっと待って、これダメ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 、ちょっと待って、脱やべえわ、これやばい。